はい、こんにちは。ドクターデオを3回やったんですが、まだちょっと匂いがする。気にならないってことはないんだけど、まあ、夏めちゃくちゃ臭かったような状態からすると、かなり抑えられたところがあって、まあ、ドクターデオがだいぶ効いたんじゃないかなと。ただ、まだ匂いがしてます。っていうところで、また、4回目やろうかなと思って、ドクターデオ買いに行ったら、カーメイトでは似たようなのがあって、こっちの方が安かったんで ちょっと貧乏性で、安い方を試してみようかなというので、こっちを買ってきました。で、多分ね、まあ、もうほとんど使い方とかも同じような感じの、ほとんど同じようなものだと思うんですが、ちょっとこちらを試してみようと思います。これね、ドクターデオよりだいぶ小さいんですが、大型車用になってます。ということで、試してみます。使い方なんですが、事前にエアコンを最大風量、最低温にして5分間回す。ただ、これやっちゃうとね、この車、外気に切り替わっちゃう可能性があるんで、ちょっとここだけ使い方違うところをしてしまいます。説明書と違う使い方をするんで、効果が出なくてもしょうがない。けど、まあ過去の状況からすると、おそらくこの5分間は動かさない方が効果が出るだろうと思われます。最低温っていうのもやってないな。あれ？デオに書いてあったかな？ちょっと、そこはやってみようと思います。はい。では、エンジンをかけます。はい。で、エアコン。内気循環の最大風量の最低温。最大風量、聞こえたら最大風量、最低音。はい、カーメイトの消臭終わりました。匂い全くなくなってます。まあこれはドクターデオを1回目使った時にも完全に匂いは消えてたんで、まあ今日の時点じゃちょっと判別はできなくて、まあ来週乗った時にどうかっていうところか、まあ今日の夜乗った時にいきなりとか、そんなところかなというところです。とりあえず匂い消えました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。